あんたは何者だ。俺はエレン・クルーガー。今見せた通り9つの巨人の一つを宿している。つまりはお前と同じユミルの民だ。マーレ人になりすまし当局に潜入したのか。血液検査はどうした。医者に協力者が一人いれば済む話だ。医者は諜報員に向いている。実際お前はよくやってくれた。結果こそはグライスが嘆いた通りだったがな。その通りだ。俺はダメな父親で、ダメな夫で、ダメな男だった。なのになぜ俺だけが人の姿のままここに。ライナーは王家の血を引くユミルの民は特別だ。巨人の進化を引き出す。お前がもみ消したりしなければ、ライナーは。答えろ。なぜ俺だけ生かした。よせ、指が痛むだろう。お気遣いに感謝するよ。人の指をちょん切るのは気にならないらしいがな。なあ、あの巨人でもっと早く暴れていればみんなも巨人にされずに済んだんじゃないのか。俺たちは何のためにここで巨人にされたんだ。どうした、急に顔色が。同胞だけじゃない、何千人ものユミルの民の指を切り落としここで巨人にしてきた。女も子供もだ。全てはエルディアのためだったと信じてる。時間がない、グリシャ。お前に最後の任務を託す。他の誰かではなくお前にだ。あの日、初めてお前と会った日、あんなことが起きなければお前はここまでマーレに強い憎しみを抱くことはなかっただろう。それが俺を選んだ理由か。それもある。敵国、父親、自分、お前の目に映る憎悪はこの世を焼き尽くさんとするばかりだった。かつては俺もそうだった。大陸にとどまった王家の残党は革命軍となり、父はその一員だった。しかし何も成し遂げることなく生きたまま焼かれた。幼かった俺はその様子を戸棚の隙間から見ていることしかできなかった。それ以来マーレへの復讐とエルディアの復権を誓った。だが俺が実際にやったことは、同胞の指を詰めここから蹴落とし巨人に変えることだ。それに徹した結果、今日まで正体を暴かれることはなかった。俺は未だあの時のまま戸棚の隙間から世界を見ているだけなのかもしれない。教えてくれ、フクロウ。俺に残された任務とは何だ。これから壁内に潜入し始祖の巨人を奪還しろ。俺から巨人を継承してな。なんだって。じゃあ、あんたは。巨人化したお前に食われる。同じようにして始祖の巨人を持ち主から奪え。なぜあんたがやらない。9つの巨人の力を継承した者は13年で死ぬ。俺が継承したのも13年前になる。